監督、今日のゲームを振り返っていただきたいんですけれども、3対3終盤、同点で終盤を迎えました。1点の重みが出たゲームでしたね。まあそうですね、今年の場合はね、ボールも変わったり、なかなか飛ばないボールになってますからね。こういうゲーム展開が多分多くなるんじゃないかなっていう感じがしますけどね。まあ、今日は中村選手の3試合連続のホームランで幕を開けました。中村選手の状態は監督の目にはどう映ってますか？だいぶ上がってきてますし、ボールの角度もこう上がり出してるんでね、開幕前には万全で、来てくれると思いますけどね。それから投げる方では先発石井一久投手に続いて、今日はルーキー大石投手を2番手で起用しました。このあたりは、いろんな選択肢がある中で、ちょっと登板間隔も空いたんで、本人と話して、今日投げるっていう言ってきたので、1イニング投げてみろって感じですね。だいぶボールも良くなってきてますし、変化球でもストライク取れてましたんで、でも良くなってると思いますけど。今日明日行われるチャリティーマッチ、今日初めて行われましたけれども、改めて監督、このチャリティーマッチ、終えていかがでしたでしょうか？そうですね、本当に今日はね、後半からちょっと天候もね、こう寒くなってきた中で、お客さんが本当に熱心に応援してくれましたし、今日のチャリティーマッチは本当に多くのお客さんに来てもらって、現金もね、たくさん集まったと思いますしね、なんとかね、被災された方々にね、映像が言ってるかどうか分かりませんけど、勇気とかね、そういうのを与えられる状況にだんだんなってくると思うんでね、我々は本当にやれることを精一杯、やっていきたいと思います。明日も勇気と元気を与えるプレー期待してます。はい、頑張ります。ありがとうございます。渡辺監督でした。